平成23年台風第5号は2011年6月22日に発生し6月27日に消滅した台風である。日本の南西諸島、フィリピン、韓国、中国の三島と両名、北朝鮮に被害を与えた。進路図6月21日3時にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生し22日9時に台風5号となってアジア名。 メアリーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ファルコンと命名した。発生当初から大きめの台風であり、北寄りに進みながら少しずつ発達して6月22日21時には大型の台風となる。6月24日、大型の勢力で南西諸島に接近。19時頃に沖縄県の先島諸島が、 台風の暴風域に入った。19時4分には、宮古島市、下地島空港で最大瞬間風速39.1メートルを観測。また、台風の影響で同市では一時約100世帯が停電した。台風は6月24日夜から25日にかけて、先島諸島を通過。同日8時頃には、沖縄県の全観測地点が、 台風の暴風域から抜けた。その後は弱まりながら、東、シナ海を北上し、6月26日18時には、中心気圧985ヘクトパスカル、最大風速25メートルまで弱まって、暴風域がなくなった。太平洋高気圧の張り出しが強かったため、その後も、航海を北上する6月としては異例な進路をとり、 6月27日一時北朝鮮の文徳軍付近に上陸した。6月に台風が朝鮮半島に上陸するのは昭和38年台風第5号以来48年ぶりであった。台風に向かって断出流が吹き込み、台風からやや離れた九州以北でも大気の状態が不安定となり、各地で雷雨となった。台風は上陸して間もない6時に温帯低気圧に変わった。 フィリピンでは6月22日から23日にかけて台風が接近し大雨でルソン島を中心に洪水や鉄砲水が発生。約5万人が避難した。漁船の遭難や川の増水で流されるなどして24日までに14人が行方不明になった。韓国では台風による洪水などで9人が死亡、3人が行方不明となった。ありがとうございます。